大橋正信のメインチャンネル。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、今回は、もう本当にね、いろんな方からいろんな情報提供いただくんですけども、なんか最新の動画で、あの56歳児がなんかもう終了宣言してると終了宣言してるって話なんですけど、まあ、ちょっとね、その音声聞いてみようかなというふうに思います。当然のことながらね、毎度のことながら、初見なんで、相席食堂スタイルになるのかなとは思っています。ね、ちょっと待ってくださいね。タイトルが、立花隆はゆっくりやります、将来について語りますと。お前面白いな。将来について語りますったって、お前、身柄拘束されて、収監されて、取り調べ受けて、起訴されて、裁判かけられてって、そういうことを語るのかな。はい、まあまあ、どんな夢物語を語るのか、まあ、ヘドが出そうですけど、一応聞いていきましょうか。はい、遊びに来てください。今日はこの後8時過ぎからですね、アズライムの方にも出勤をしていきますと、どうでもいいよ。まずね、立花さんまた装填してるんじゃないですかというご心配をいただいておりまして、装填ということは、装填というよりかはうつ状態ですね。装填じゃないです、完全に落ち込んでます。うつの方ですね。はい、まあ確かにね、選挙って戦は戦いなので、装填で、装填はしていません。鬱です。鬱です。完全に鬱です。ちょっとまずゆっくりやっていきます。なかなか社会の人がですね、僕のスピードにはついてこれないんだろうなとは思うので。そら、犯罪の手口にはついていけねえよ。スピード云々のレベルじゃねえよ。何をお前言い訳してんの？何てめえがなんか優秀だアピールしてんの？気持ち悪いな、この子に及んで。管理能力もない、危機管理意識もない、組織をまとめられない、責任を放棄する。そんなお前に、誰も優秀だなんて言う奴いねえよ、普通は。何も分かってないバカか、無知なバカか、盲信バカ信者だけだ。要はバカだけだ。とにかくまずゆっくりやりますっていうことを皆さんにお伝えさせていただいて。真に受けなくていいですよ。真に受けなくていい。言うことコロコロ変わるんでね。はい。ちょっとでもね、天気が変わったと、立場の中でですよ。いやいや、無理だろ、お前、もう、身柄拘束されるの時間の問題だよっていうふうに皆さん思ってたとしても、立場自身が、ペテン師自身が、あ、チャンス到来と思ったら、ガラッと変わりますから、すぐに。言うこと、コロッと変わりますから、それが立場のペテン師です。はい。真に受ける必要、何一つないし、まあ、ここはね、皆さん、冷静にいきましょう。はい。一喜一憂しないようにしましょう。はい、ただ面白いですね。はい、で、ね、心配いただいている方には少しは安心してもらいたいなと思ってます。それでね、足流しねえバーカ、期待しかねえよ。新聞もそうなのかな、このね、投票率が低いっていうことがいけないって報道してるじゃないですか。僕ずっと言ってるんですけど、投票率が低い、これはどうでもいい、これはどうでもいい、2倍速でいきます。今この時は喧嘩って言ってる人たちは、それは本当に一部の人がそうなんでしょうけども、平和なんですよ。もう戦後をね、79年経ちましたから、もう間もなく80年ですよ。で、確かにね、いろいろな問題が含まれていてですね、この辺はどうでもいい、この辺はなくなるかわからない、はい、平和じゃないっていうのはつまりご飯が食べれない人が出てきたり、戦死者ですね、他国からの攻撃で、武力的な攻撃で人が死んだりと、こういうものが平和じゃない、まあ、いわゆる戦争状態というかね、内戦なんかもそうですけども、要はご飯が食べれなかったりとか、医療行為を受けれないとか、そういった状態ではないので、例えば2倍速でスルーしております。どうでもいいんだよ。世の中ということをまず皆さん知っていただきたいと。で、テレビが投票率が悪いことがいけないとも言ってるわけなんですよね。今回のこの24枚ポスターがあったことによって、選挙に行く気がなくなったみたいなコメントしてる、めちゃくちゃ失礼なんですけども、いや、いるでしょ、当然いるよ。へきへきするよ、あんなポスター見せられたら、あんな状況を見せられたら、ポスター掲示板ジャックの状況を見てへきへきしたと。選挙に投票するのもバカバカしくなった。お前たちはな、有権者の投票意識を削いだ。うん、もちろんこれ、少数派かもしれませんよ。けど、
先ほどの別の動画で立花別日は少数派の意見を尊重するべきだ言ってましたよね。であるならばお前たちの行為によって投票する気がうせたという少数意見を受け入れろバカ。何を抜かしとんじゃん、ほんだら。投票率がそもそも低いということはいいことなんだということです。もうね、自分の都合の悪いことは受け入れない。ね、自分にとって都合のいいことだけを受け入れて、なんだろうな、自分はすごいんだとか、俺は才能があるんだっていうね、アホだけを集めると。自分にとって都合の悪い情報は、あいつはバカだって言っちゃうんですよ。子供だから。はい、NPD だから、インターネットとテレビ、自己愛性パーソナリティ障害だから、はい、馬さん、まあ、刀と鉄砲っていつも、ね、あ、もうこれもどうでもいい、はい、はい、これも飛ばします。インターネットでも力っていうのが厳しい状況と、でインターネット、お前いつまで弓と刀と鉄砲の話してんだお前、え、お前いつになったらよその鉄砲をよ国民のためによ生かすんだよお前。この話もう昔から言ってるよ、もう聞き飽きた。もう俺にとっては聞き飽きたし、もう、だから何って話なんだよ。お前のやってることって、鉄砲を使って金儲けしましょう。政治で金儲けしましょうでしょ、要は。ね。偉くもなんともない。もうどうでもいい。な。もうこういうペテン話は本当にへきへきです。勘弁してください。すごくインターネットを使ってらっしゃってですね。今このままでいくとですね、20% ぐらい。今僕の入ってる情報ではめちゃくちゃシンプルに言うと、小池さんが 35% ぐらいですね。35%、25%、18% ぐらいですかね。小池さんに至る 35%、小池さん 35%、島さん 18% 足すと 78% で、これたくさんデータ出てます。NHK とか日テレとか、TBS かな、3社で、まあ、ざっくりですよ、こんな感じです。石丸さんの 18% っていうのがすごい数字だと思っていて、どん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 インターネットによる影響が出てきていると。まあ、このままあと1週間経てば、ひょっとしたら石丸さんが、まあ、さすがに小池さんのまだ半分しか支持がないので、小池さんを逆転するっていうのは非常に難しいレベルが来ていますけども、まあ、4年後選挙ではもう絶対的に石丸さんが勝っちゃうんじゃないかっていうのは、すごい勢いで石丸さんが来ているんですが、このインターネットっていうのは、どうでもいい。まあ、まあ4年後、まあやな、4年後のな、立場の発言を覚えてる人なんて誰もいないし、もう、社会から抹殺というかな、もう、いなくなってる可能性も極めて高いんで、もうこの発、この無責任の発言もね、もう忘れ去られることでしょう。はい、テレビっていうのは基本的にはもうほぼ高齢者しか見てない。で、当然テレビでやったことがインターネット上に流れてきます。2倍速でスルーしています、今。どうでもいい話なんで。バカの代表お前じゃねえかよ。バカのお前がバカをそのかせて、まあ、それでな、コートの投手に一時なったのは、まあすげえよ。それはすげえよ。バカをそのかしてな。俺が思ったわけじゃないよ。立場の言葉を今引用して、立場の気持ちを代弁して言ってます。もう一度言いますよ。立場というバカがバカをそそのかして、バカをそそのかしたことによってコートの投手になった。すげえよ。うん。何度も言いますよ。これは立場の言葉を引用して、僕の気持ちではなく、立場の気持ちを引用して言っています。もう一回言いますよ。立場というバカが、バカを利用して、バカをそそのかして、コートの投手になった。詐欺師です。はい。テレビを超えていくにはまだ時間がかかるかなとは思ってます。そもそも投票率が低いことは悪いことじゃなくて平和であるということをですね、ゆっくりと理解してもらうということが大事かなと思ってます。で、そんな中ですね、僕はこれからまあゆっくりやっていきますっていうのは、東京都知事選挙で、ね、票が欲しいとかって一度も言ったことがない。だって、もらったところで一円の得にもなんねえもんな。さあそうだよ。参院選は別だよ。都知事選挙は、投票してもらったところで一銭の得にもなんねえもんな。それは言わねえよ。はい。それはその通りで。そうじゃなくて来年の参議院選挙に向けて一生懸命今のうちに、まあ、足掛けを作っていってるんですけども。はい。今回東京都知事選挙、参議院選挙全く結びつきません。はい。何の足掛かりにもなりません。これ別に立花が逮捕されるから X デーを迎えるから関係なくです。はい。東京都知事選挙と参議院選挙は全く結びつきません。はい。むしろマイナスです。はい。それがわからない56歳児、全く先見の明がありませんし、まあ、いや、続きましょう。はい。とりあえず、そんなことです。はい。まずね、これからやらなきゃいけないのは NHK の見せ方、今、犯罪ですね。斉藤健一郎議員に対して、いわゆる契約書の返上をしてきていますので、この裁判、しっかりとやっていくこと。あのな、犯罪だったら、警察署行け。警視庁に行け。民事裁判やってる場合じゃねえよ。
犯罪だって言うんであれば、警察に被害届出せ。刑事告訴しろよ。したのか、それ。裁判、民事裁判やってる場合じゃねえよ。そして、まあ、今日出すと言ってましたけども、ちょっと間に合わなかったんで、明日持っていきますが、大津や知大に対する新しい裁判ですね。俺は？これは、まあ、俺は？いわゆる NHK 党が、俺は？社会的勢力であり、俺は？カルト集団というのを表現されていますけども、まあ、俺もそれに近いこと言ってるけどな。立花孫子っつって孫子踊りさせてるじゃん。あの喜びの舞させてるじゃん、立花に対して。孫子踊りっつって、あの孫子コールの、孫子コールのもと喜びの舞させてるじゃない。で立花を盲信しているアホを盲信バカ信者っつってるじゃん。俺も同じような表現してるんだけどね。なんで俺訴えないんだろう。これは明らかに名誉毀損だというように考えています。表現の自由の範疇ではないと思うんですけども、こういったことも裁判でしっかりと争っていくということになります。もちろんこれまで大津が、出してきた判、名誉毀損に関しても、まあ、すでに3件中2件が判決出ていて、1つがなんで俺をスルーするんだろうな。よっぽど怖いんだろうな。時間がかかりますので NHK に対する、よっぽど俺のこと怖いんだと思いますよ。でアホはね、こう言うとね、アホはね、立花さんに相手されない大橋かわいちょーとか言うんですけど、バカかと。あ、最初から相手する気がねえんだったら名前あげんじゃねえよって。相手する気満々だったから名前出したんだろ。けどね、裁判しましょう、4回目の裁判しましょう、違う、4回目の裁判でね、4回目だけど初めて裁判しましょうって言ってたけど、全くひるまないから、全く恐れおののかないから、むしろ倍返しされそうだから。だから、ひるんじゃったんだよ、立花ペペン氏は。はい。まあね、おめでたいね。頭の悪いバカって、ほんとおめでたいわ。大橋正信は？あ、まあ負けるだろうな。ありがとうございます。ああ。まあその他ですね、いわゆる僕が言うと、ここですね、バカがネットで発信してるので、ここについては、時間をかけて裁判という形でですね、正しいその情報を出していくという感じ。第1回裁判が行われる期日とお前が収監される期日、どっちが早いんだろうね。どちらが正しいのかっていうのをちゃんと結果を出してから皆さんに、あ、もちろんここにはね、翼のところブロカーとかそういったところも入っているというところです。で、僕はこれあまり皆さんの前に言ってないんですから、ちょっと言ってないんですけども、これからの日本っていうのが、お前が乱してんだバカ、お前が社会を乱してんだバカ、何をね勘違いしてんだアホンダラ、お前が社会を語るな、日本を語るな、政治興味ねくせしやがって。え、あるの、興味あるの金だけだろうよ。まあその金を稼ぐな能力ないけどもな、人を騙からかす、アホを騙すことだけは、まあ、それなりにできるみたいだけども、はい。で、少子、いわゆる若い人たちが減っていく、高齢者が増えていく、まあ、僕も今年50代ですけども、まあ、20年経てば77歳に消えればね、もうね、もう20年後は77歳ということで、もうその頃にはもうお前の知名度も落ち、ね、もう世紀も抜けたような状況になってんじゃない、ね、まあそんなことよりもね、現実逃避しないで、もう腹くくれよ。な、刑務所に行って、残りの余生をどう過ごすか、そういったことに着目して、自分自身を見つめ直して身の振り方しっかり考えた方がいいぞな、頑張れ。福祉の世話にならなきゃいけない、しかしながら若者が少ないというところで、今、ね、最後に言いたいのはこれ、生活保護費の現物支給をとにかくやらないと、この国は持たないです。まだ言ってんのかお前、まだ言ってんのはそんなこと、やる気のねえくせに。だってお前政治家やる気ねえ、選挙に立候補できないバカが、お前何抜かしてんのお前、何のこと言ってんの。え、浜田聡とか斉藤健一郎とか、それに関して何質問主意書とか意見書とか国会質問とかしてんのね、その現物支給に関しても。もっと言えばポスター掲示板の件に関してだって、不要だっつんであればそれこそ質問主意書とか、ポスター掲示板に関するし、な、意見書とか、質問主意書とか、出したのか、仕事してんのか、お前ら。笑わせんな、ほんだら。って言うとコメント欄に、大橋明石は市議会議員で一回しか質問してないとか言うけど、バカかと。明石市議会議員でお前、
朝霞市議会議員時代にどれだけ質問したと思ってんだお前。よく調べろバーガーということをしてます。しかしながらこのままお金を渡すっていうのはどん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 国の予算がいや税金が賄えなくなってきますので現物支給です。厳しい方は、ね、生活厳しい方は衣食住医療ご覧ください。どうでもいいよこの辺飛ばします。どうでもいいんで予計算して、はい、給食という形で支給する。もちろん給食ですから施設に入っていただく。これは小学校中学校というような、まあ、子供が入ってきてるわけですからそういったお役の施設を、ね、まだ言ってんのかお前これ。まあ、お前、夢物語は寝てからいいよ、お前。生活保護の現物支給の夢物語は寝てからいいよ。やる気ねえじゃんか、お前、ちっとも。無理無理。できません。やる気ないです。NHK 問題同様、生活保護に関する改革、全くやる気がありません。はい。興味があるのは金儲けだけです。金を貯めることだけです。お金を隠している可能性十分あります。探られてるぞお前。大丈夫か？お金よりも福祉が欲しい、現物支給してほしい。毎日給食ができて、仲間がいて、お医者さんも近くにいる。死ぬまでここにいたら安心できる施設を作っていくっていうことが、僕の政治家としてやりたいこの国のね、将来に向けて。立花隆は政治家ではありません。立花隆は政治家ではありません。選挙に立候補できない、前科一般の弁当持ちです。まあ、今回のね、東京都知事選挙で、おそらく収監されるでしょうというような人間です。はい。犯罪者です。はい。本当に安くできるんです。ご飯を一人お一人が作るよりも、まとめて作った方が、いわゆる残飯というかね、食べ残しもすごく少なくなりますし、大量にご飯を作れば、これは経費的にも安いというのは当たり前のことですので、少子高齢化問題、多様化する方々に対して、できるだけ福祉の予算を抑えていく。まあ、私は現物支給、つまり、ミルクティー飲んどきゃアホんだろな。何？いつまでこんなね、いつまでこんなぬりいこと言ってんだお前。何年前から言ってんだお前。何一つ進んでねえじゃねえかよ。バカ野郎。すげえな。え？立花隆のスピードについていけないって言ってるお前が、この現物支給に関して、1ミリも進んでねえよ。止まってるよ。NHK 問題も止まってるし。お前のスピードなんて、え、何がスピードが速いって言ってんのお前、そもそも。意味がわかんねえよ。止まりまくってんじゃねえか、お前。バカじゃねえの？どれぐらいのスピードで世の中僕のことしようとしてくれるのか。もちろんね。興味ねえよ、お前なんか。ほぼほぼの世の中、世の中の人ほぼほぼお前に対して興味なんかねえよ。選挙に勝てなくてですね、もう立花政治化しなくていいよという、そういった審判をいただけ、そういう審判になるのであれば、その期間は僕はしばらくゆっくりとね、政治家から離れようということも考えています。立花隆が離れろ離れろ。もう必要ねえよ。自己判断しろバカタレが。必要だということであれば、それならないならない。来年の参議院選挙で投じられるでしょうし、それでなければ。お前立候補されないのになんで？何 NHK から国民を守る党という政党に投票されると思ってんの？ない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 。てか、お前、収監されるから。来年の選挙、国政選挙、迎える前に収監されるから安心しろ。立花しばらくはいらないよって言われる。いらないいらない。いらないいらない。しばらくね、政治から身を引こうと思っております。てかもっと言うとね、お前自身が政治家引退だから、お前政治家じゃないんだけどな、政治の世界から引退するが正しいな。政治家ではない。お前は政治の世界から離れる、引退すると、お前自身に判断する権利はない。もう一回言うぞ。お前自身が政治の世界から離れる、政治から選挙から引退する、自分自身でそれを選択する権利はない。お前に与えられるのは引退ではなく引導だよ。警視庁などの捜査機関からもうお前は社会的に排除と、ゲットアウト言われる、排除、そういうことです。引導を渡されます。これが現実です。
悲しいですね、悲しいですね、あ、悲しい。それぐらいの気持ちでゆっくりやろうとしていますので、ご心配いただいている皆様にはですね、そんなに僕想定してるわけではないと思います。はい、想定はしていません。うつ状態です、はい、何もしないというよりもちょっとね、病んでいます。裁判の方をですね、再度来年の参議院選挙まで時間がありますので、ゆっくりとやっていきながらですね、僕に対する誤解というのも解いていきたいと思います。誰も誤解なんかしてねえよ。お前は紛れもない、政治に興味がない、公金中中しようとしている醜い56歳児だよ、ね、あの57歳児に変化するときにお前がシャバに入れるのかどうか、そこが楽しみだね、はい、本当に今回の選挙で よく分かりましたけども、嫌われてるだろう、世間から嫌われてること分かっただろう、今回の選挙でなあ、お前は排除されなきゃいけない人間です。本当に世の中の人ってバカなんだな。お前よりマシだよ、お前よりマシ。お前みたいな公職選挙法をしておきながら自己弁護して、ね、他人に責任をなすりつけたりポスター剥がしてくださいなんて、管理者としてあるまじき発言をするような無能な人間、嫌われています。それは僕がいろんなことを知りすぎてるからだとも思う。無知です。ドクター中松さんが医者だと思っていたし、オウム真理教をオウムと言っちゃうような無知バカです。何も知りません。だから選挙だとか、まあ、裁判なんてお金がかからないんですけどね。でも多くの人は裁判イコール怖いとかって思っちゃうわけですよ。でいやいや、お前それを逆手にとって裁判しまくってんだろよ。裁判裁判って言ったら恐れおののいてね、リツイートされたくないことを防ぐために裁判、こんなことをリツイートするやつはリポストするやつは裁判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 ポスターを今回貼らせていただきましたが、いや気持ち悪いポスターな。こういうね、深いところですよね。全然浅いです。はい、 NHK っていうのが本当に危険な組織だとNHK 党が危険な組織だよ。はい、ネットリンチを平気でする、誹謗中傷を平気でする。 NHK はまだね、あの悪質な個別訪問がなくなったから、まだ以前に比べたらよくはなりました。 NHK 党という組織は危険な組織になりました。危険な集団になりました。誹謗中傷を平気でする、名誉毀損を平気でする、夜中にヘラヘラ笑いながらする、それはカルト集団ってしょうがねえだろう。気持ち悪いよ。だから NHK に対して多くの国民は怒るべきだ。こんなところに受信、はい、もちろんです。悪質な NHK 集金人がもういなくなった NHK よりも、ネットリンチを助長しヘラヘラ笑いながら夜中にタッカーでバチバチ打ってるような、そんな集団危険でしかありません。即刻排除されるべきです。払うべきではないという私の、もうそれはもうカルト集団って言われてもしょうがねえよ。インターネットをご覧いただいている方は大体のことは分かってくれてると思います。もちろんです。お前たちが危険な組織だと、危険な集団だってことはもうネットを見ている方の大多数は分かっています、ね、その現実を受け入れられない盲信馬鹿信者は論外です。見てないインターネットでも立花隆も、もういいかな、もうあとはたわごとばっかりだから、はい、泣き言たわごとばっかりだからまあいいな、はい、長くなっちゃうんでね、まあ、こんな感じであります。はい、立花隆がカルト集団の教祖様であるということはね、まあ、同意しましょう。異常ですもん、ありえないですもん。こんだけね、この数日間だけでこれだけマスコミを騒ぎ、世間からバッシングをされる、 あとはもうね自爆覚悟のなんかこうね、サリンじゃないけども、それに匹敵するようなことをするんじゃないかって、そして恐怖をね、恐怖を与えてるっていう自覚しろよ。危ねえよお前ら、本当に。ネットリンチをしておいてヘラヘラ笑ってるような連中だろう。それは怖いよ。それカルト集団って言ってもしょうがねえよ。同意します。だから訴えてこい、訴えてこい。カモン、カモン、かかってこいや。あ、でもあれか。喜んじゃうと、
裁判してくれないから、あ、怖い怖い、裁判されたら怖い怖い、どうしよう、怖いの怖いの、裁判されたら怖いから裁判されちゃい、あ、違うな、これ違うな、やば、本音が出ちゃった本音が出ちゃった、はい、裁判されたら怖い、裁判されたら怖いって言えばいいのかな、ね、立花みたいに、あの気持ち悪い顔してる怖いみたいな感じで、裁判されたら怖い、裁判されたら怖いって言っていきましょう、はい、これでやっと立花僕に対して裁判する気になったかな、ん、裁判する気になったかな、ん、これだけ酷にされて裁判できないってクズじゃん、ただのクズじゃん、五十六歳児のクズじゃん、はい、そんな感じになります、はい、まあこれでね、立花がどうするか、まあ裁判してこないでしょうね、ヘタレなんで、弱虫なんで、弱い者いじめしかできない根性なしのクソだせえクズなんで、はい、まあそんな感じであります、はい、皆様どのように思うでしょうか、コメント欄の方にコメントください、神々でした、以上です